まあ、やっぱり活動を続けていくにあたってフィロソフィーのダンスの未来がさらに明るくキラキラしたものになったらいいねっていうことで、最初は3人でやっていこうっていう話もあったんですけど、やっぱり新しいパワーを私たちも受け取って、なんか一番楽しそうだなと思ったのは、やっぱり新メンバーが入った方が楽しいだろうなって、なんか一回楽しそうって思ったことにはやっぱ飛び込んでみようっていう気持ちから、新メンバー入れたいなっていう気持ちが芽生え始めました。辞める前にこうやってメンバーと一緒に次のフィロソフィーのダンスを託す、こう選ぶことができるっていう事実がまず嬉しいですし、素敵な個性を持った子に出会えるじゃないかなとワクワクしております。ベタですけど、自分を変えたい方とか、フィロソフィーのダンスのことを好きだって思ってくれてる方ですねに応募していただけたらいいなと思ってます。フィロソフィーのダンス第2章じゃないですけど、全く別物の物語を作っていきたいなと思ってるので、ハセみたいに何ができないしとか思うんじゃなくて、もう自分として来てくれる子を探しているので、自分の哲学がある子に来てほしいなと思っていて、自分が何が好きかとか、好きな食べ物趣味何でもいいんですけど、何もないやって思わずに、とりあえず体一つで受けに来てほしいなと思います。私たちがあなたの哲学を見つけます。今現時点で私の個性はこれですっていう切り札カードがなくっても、恐れずに来ていただきたいな。何がですっていうよりかは、本当に自然体な姿で私たちの前に来ていただけたら嬉しいなと思ってます。気軽な気持ちでまずは書類を送って、自分の可能性を潰さないでほしいなと思います。私たちが皆さんの素敵なところを見つけるので、気軽に応募していただけたらなと思います。待ってます。自分らしくありたい方、どしどしって感じです待ってます。フィロソフィーのダンスで歌って踊ってみたい方、ぜひご応募ください。私たちがあなたを光らせます。